皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ、お悩み相談室サブチャンネルにお越しいただきありがとうございました。こちらの、チャンネルではですね、主にお悩み相談室コーナーを移行してですね、お悩み相談室を展開していこうと思っているんですが、サブチャンネルならではのコンテンツも徐々に増やしていけたらなと思っているので、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では、いつものようにですね、マシュマロ質問箱にいただきましたご相談に、私なりの考えを述べさせていただきたいと思います。皆さんからのアドバイス、ご意見もどしどしお待ちしておりますので、気軽にコメントください。はい、では一つ目のメッセージです。こんにちは。いつもひろみさんの声を寝る前に聞き、癒されて安眠してます。私は25歳で社会人となり4年目となります。仕事も慣れてきて余裕が出てきたのですが、同僚の方々の仕事ぶりを見て悪いとこばかり目につき、きつい口調で指摘しまうことがたまにあります。自分の中では言い方など気をつけるべきなど思うのですが、仕事で神経が張り詰めているのか自制が難しく、つい言ってしまいます。仕事上で言い方や関わり方、考え方でひろみさんは意識していることはありますか、といただきました。ありがとうございます。そうですよね、25歳ってなるとまるっと3年働いて、まさになんか慣れてきてね、いろんなことがちょっと見えてきて、仕事が楽しいって感じたりとか、もうちょっとチャレンジしたいなって思ったりとかね。なので3年ぐらい働くと転職される方も少なくないのかなと思いますし、私も最初の会社丸3年で辞めて、一旦留学挟んで転職をしたので、ああ、なんか当時のことを思い出しながら読んだんですけど、私が会社員だった時のお話をするとですね、私も結構、なんていうのかな、仕事がちょっと遅いというか、自分がせっかちなので、なんていうんでしょうね、返事が、質問に対して答えがストレートに来ない時とか、上司でも相談に対して答えがない時、なんか言い訳がましいことばっかりつらつら並べられるとすごいイライラしちゃって、結構態度とか行動に出ちゃってたと思います。これは、まあ、ちょっと反省はあるんですね。その言い方とか事の運び方とか、もうちょっとうまいことやれたらよかったんだろうな思ったりもするし、実際にね、その上の人とかからそういうところをもうちょっと工夫すればもっといいんじゃないかっていうフィードバックをもらったこともあります。それすごい自覚してて、もうなんかイノシシのごとく突進しちゃうんですね、こうタイプ的に。でストレートしか投げられないピッチャーみたいな感じだし、思ったらすぐ言っちゃう、行動に出しちゃうっていうタイプなので、良くも悪くもですね、こういうあなたのこういうところをすごい尊敬してるし素敵だと思いますっていうことも言うし、こういうところはもっとこうしてほしいとか、ここに問題があるので話し合いたいとか、そういうことを言っちゃうので、多分私の働き方を当時ね、良くないと思っている人も結構いたんじゃないかなと思っています。逆にそのストレートな姿が珍しいというか、あまりないから、そういうのをなくさないでほしいって辞めるときにね、わざわざ言ってくれた同僚もいたんですけど、なので、あ、なんか一言じゃないなと思いながらね、読ませていただいたんですけど、昔ね、テレビ番組なんですけど、某テレビ番組で心理学者の人だったかな、その同じように人のね、悪いところばっかりが目についてしまいますっていう相談に対して、それは
同じように人のいいところも見つけられる人なんですって解説をされていたのをなんだかね覚えています。でそれは本当にそうだと思っていて、私もどっちかっていうといろんな人のことを結構観察しちゃったり気づいたりするタイプなので、こうこうこうしてる時の人はこう動いていたなとか、いつもこういうミーティングであの人はこういう言い回しをするなとか、この人は否定から入るなとか、この人は必ずいい返事をするなとか、やりたくない仕事を率先してやってるなとか、すごい見ちゃうんですよ。だから自分も人の悪いところばっかり目についちゃうなって思ってた時に、その番組を見て、あ、じゃあ同じように人のいいところを見ようとしたら同じくらい出せるんじゃないかなって思って、その人のいいところを見ようっていう努力はしてましたね。だけどあまりにもこう常に一緒にする仕事をねするメンバーで、こうなんて言うんでしょうね、やっぱりなんていうのかな、文章がすごい長いとか、いろいろとこうした方がいい、ああした方がいいって言ってるんだけど、なかなか変わらなくって、でだんだんイライラしてきちゃって、あんまりこの人と一緒に仕事をしたくないなって思ったこともあるんですね、過去に。で当時を振り返って思うのは、これ何でもそうなんですけど、仕事もそうなんですけど、あ、仕事以外もそうなんですけど、相手は基本的に変わらないんですよね。本当に変わらないって思ってた方がいい。人間は変わるんだけど、良くも悪くも変化できるんだけど、それは外部からのあのパワーではなくって、自分自身が変わりたいなとか変わらなきゃとか思わないと無理なんですよね。なのでこうした方がいいよ、ああした方がいいよって言ったところで絶対変わらないんです、その言葉だけでは。で、じゃあレポートの書き方を教えました、じゃあなんかこう実際に自分がやったことを共有して、こういうふうに真似してみたらどうかなって言ったところで、じゃあその人が根本的に変わってくれるかって言ったら変わってくれないんですよね。なのでその当時私はそのいろいろ言ったけど、できることは全部やったと思ってたけど、やっぱりイライラしてしまったっていうのはあって、それは大きく2つ原因があったかなと思っていて、1つはその相手が変わることを期待して、自分が変わるとかその仕組み自体を変えるとかっていう方向に行かなかったこと。例えば自分がイライラしないようにっていうのは多分無理なので、こう報告書ならその人誰が書いても分かりやすいようなフォーマットに自分が作って、それを使ってもらったりとか、そのほうれん草がうまくいかないんだったらいろいろと工夫をしてうまくいくようにするだとか、まあいろいろ工夫はしたんですけどね。なんかまあ私も力不足なところがあって、お互いスムーズに、お互い多分相手も私にいろいろ言われて嫌だなって気持ちになってたと思うんですよ。だからお互いが工夫していろんななんか知恵とかも借りながらシステムチックにできるとこはして、お互いの得意なところっていうのをもっと見出してっていう、もっとなんか建設的にやれたのではないかなと思ったりもします。もちろん彼女のいいところもたくさんあったので、辞める時にね、だんだんそれが分かってきて、あ、こういう仕事私が任せてたから良くなかったんだなっていうことも気づけたんだけど、もう辞めるって決まってたので、その人とは一緒に仕事をやったんだけれども、多分お互いフラストレーションがあったかなって。もちろん仕事をする上でストレスとかってある程度かかってくるんですけど、もうちょっとうまいことできたんじゃないかなって思います。向こうもすごくアイデアを出してくれていたりしていたので、お互い前向きだったんだけど、ちょっと私のイライラが勝っちゃった、でそのアプローチも間違っていたっていう反省はありますね。でもう一つは、その悪いところが目についちゃうとかイライラしちゃうっていうのは、もし女性の場合だと、女性ホルモンっ
って毎月ね変動するじゃないですか。生理のだいたい2週間から10日前に体がなんか重たいなとか、いわゆる PMS みたいなね、イライラしやすかったりして、生理直前は体が冷えて、で本当に大変ですよね。それが毎月来るわけじゃないですか。あるいは仕事以外のところで家族の問題だったり、友達の関係だったり、恋人とか配偶者の方とかの関係だったり、すごくうまくいってなかったりね、ただの喧嘩ではなくって、なんかこうずっとあるしこりとかトラウマとかそういうものがあって、なんかこう常にストレスフルであるっていう自分の体調面だったりメンタル面っていうところが大きい場合もあるかなと思っています。当時私も後々気づくんですけど、ありました。だからこそ仕事で発散しようとしてて、すごい頑張ってたところもあったのかなと今になっては思うんですけど、そういうちょっと自己分析をしてみるのも一つ手かもしれません。で、私のね本当に優秀なメンバー出会った同僚の中で本当に優秀なメンバーたくさんいたんですけど、その中の一人の T さんっていうね方がすごいね物腰柔らかで、いつもニコニコしてて、で仕事もできるんですね。ですごいなと思って、で聞いたんですよ。一緒にこう仕事をすることもあったので、 T さんっていつもそんなにニコニコして穏やかなんですかって聞いてみたら、全く違いますって笑いながら、もうなんか過去のことを思い出して苦笑するみたいな感じでおっしゃってて、そうなんですかって、どういうことですかって聞いてみたら、ちょっと前のね職場でねこういうこと言われたんだって言ったんですよ。でどういうことかというと、歩くナイフだみたいなこと言われたんですって。と思って、一番に近しくない言葉だったんです、その T さんに。なんでそんな風になっちゃったんですかって、そんなこと言われたんですかって聞いてみたら、すごい毒舌だったらしいんです、当時まで。だから思ったことを言うだけじゃなくて、その言い方がすごいきつい言い方になっちゃってて、で、同僚の方も親切ですよね、気づかせてくれたと。ちょっと結構パンチの効いたネーミングではありますけど、気づかせてくれて、で本人も根はすごいいい人なんで、はってそこで気づいたんですよね。あ、これはダメだと、僕は確かにそういうところがあるなって自覚もあったし、実際にフィードバックを受けてあって思って一生懸命直したんですって。本当に立派だなって思いました、その話を聞いた時。だって一緒に働いてる時も今もね、ちょっと一緒にやることたまにあったりするんですけど、本当に出会った時からにこやかな穏やかな感じなんですね。だから私全く想像ができなかったんだけど、ご本人はきっと相当な努力をされたんだろうなっていうのはすごくね想像しました。でその片鱗も垣間見たことがあって、私は採用の仕事をしてたのでメインで、その方と一緒に面接に入った時に、初めて入った時に、普段の口調だったら問題ない、聞き方だったら問題ないだろうと思って、で、結構任せてたんですね、現場の方の、質問に関しては。でも結構なんて言うんですかね、きついというか圧迫面接みたいになっちゃってて、おっとと思って、緊張されてたのもあるんでしょうけど、もしかしたらこういう顔がね、お持ちな方なのかもしれないなって思いました。でその後きちんと私も事前にちょっと面接官のね心得じゃないけど、いろいろお伝えしなかったのも申し訳なかったんですけど、こういう聞き方は候補者にとってこうなのでっていう話をしたら、ご本人もすごく反省してらっしゃって、耳まで真っ赤になって、本当に申し訳ないって言ってくださったので、いい人だなと思ったんですけど、そういう自分のなんていうのかな、生まれ持った特徴っていっぱいあると思うんですね。だけどその全てを直さなきゃいけないっていうことでは全くないと思うんです。その場面場面で自分があって思ったら、直すこともできるし、出さないようにすることもできる。だけど多分根本は変わらないとは思うんですね。なのでそれをなんかいい面として出してみる、あるいはつい
って自分で気づいてしまうのであれば、今の T さんのお話のようにご本人の努力で変えることはできるんだなと私自身もすごい学びになったんですね。なのでご質問ご相談のご質問かなの答えで言うと、私は本当にうまくはやれてなかったです、全然。で、今はその仕事で関わる人って結構特定の人ですし、ワンプロジェクトにつき、ディレクターの方とミキサーの方と先方の人とっていう感じなので、結構一期一会になったりとか、そのプロジェクトごとに顔が違ったりするので、毎日ね、この人と連絡を取るとか、仕事するっていうのはまだやったことはないんですね。そういうお仕事もレギュラーだったらあると思いますし、レギュラー番組ができたら本当にもう本望なんですけど、ないんです。ただ会社員を私通算何年やったのかな、6年ぐらいやったのかな、やって思ったのは、その一つは、その最初に言ったように、人の悪いところが見えるってことは、人のいいところも絶対に見えるので、一回嫌だなって思っちゃうとずっと嫌になっちゃうじゃないですか。なので一回嫌だなって思ったら、ちょっとだけその人のいいところを見つけようとしてみる。で、本当に嫌な人だったらちょっと考えなきゃいけないんですけど、まずはその人のいいところも見てみる。で、もう一つは、私も努力したけどうまくいかなかったなって思うことなんですけど、もしその人と一緒に仕事をしなきゃいけないとなったら、その人の、仕事ぶりを見てってことなんで、人間性ではなかったとしたら、その人の仕事ぶりを見て嫌だなって思うことが、もしかしたらそのご本人の苦手な分野かもしれないんですよ。一緒にやって自分はできるんだけど、本人にとってはすごい苦行なぐらい苦手分野かもしれない。なので、出来が悪いなとか、なんかうまくできないんだなこの人いつもって思ったら、ちょっとなんか仕事の仕方っていうより仕事自体を変えられるんだったら変えてみる、上司に相談をしてみるっていう、本人も変えるっていうよりはアサインする先を変えるとか、さっき言ったみたいに、なんかコミュニケーションがうまくいかないと思ったら、ちょっとなんかフォーマットとか作って、そういう仕組みを作ってしまうとか、本人のせいとは思わずに周りから工夫をできることをしていく。本人は変わらないベースで、外から、自分も含めて外からできることをする。で、3つ目は、その自分も含めて変えてみるの中に入るんですけど、その自分でも、例えば体調面とかね、イライラ しすぎてないかなって、PMS がひどくなってるなって思ったら、漢方を飲んでみたり、食生活を変えてみたり、本当に食事って生理痛とかにも本当に直結するので、大事だなって私もすごい痛感してるんですけど、っていうのを変えてみたりとか、あるいはその家族間だったり恋人だったり友人だったり、プライベート面で自分は過度にストレスを感じてないかなって、もし感じてたら自分が楽になる、家族は縁を切れないじゃないですか。恋人とか友人は切れたとしても、家族の問題だったら縁は切れないですよね。だけど切れないにしても、じゃあ自分が楽になる方法はないかなと思って、例えばカウンセリング受けてみたり、心療内科行ってみたり、精神科に行ってみたり、プロの手を借りながら自分のメンタル面とか体調面を整えてみるっていうのが、4つ目かな。で、5つ目は、自分のね、言い方とかっていうの本当に良くないなって自分で気づいたら変えることができるので、 T さんのようにちょっと変えてみる。で、相手からの言葉がけが変わると、聞いた相手も変わるので、自分がちょっとまろやかにしてみようかなって、ちょっとイライラするけど、相手を褒めてみたりとか、いいとこ探して言葉に出してみたりとか、そういう風に自分がちょっと変わってみるっていう、そういうことはどうなのかなと思ったりしますね。私はこの中でできたのは全然ないんですけど、反省を込めてですね、今お話をさせていただきました。
皆さんはどんなことを意識していらっしゃいますか？はい、ぜひですね、この辺アドバイスご意見いただけるととても嬉しいです。私はもう全然うまくできなかったので、その同僚と喧嘩したこともないですし、まあ、自分で言うのもなんだけど、どっちかっていうと本当によく頑張って一生懸命なんかやってたタイプなので、100人いたら50人からなんか鬱陶しいって思われてたわけじゃないんだろうなって思ってるんですけど、思ってるだけね。だけど全然うまくなんかやれたとは全く思っていないので、ぜひ皆さんからのご意見も聞かせていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。はい、それでは2つ目のメッセージです。はじめまして、実家暮らし22歳の社会人です。私は今車の免許合宿に来ています。始まってまだ数日しか経っていないのですが、毎晩泣いてしまいます。理由は教員の方が厳しいとか環境が悪いといったことではありません。母に会いたくて寂しくて泣いてしまいます。はじめにお伝えした通り、私は実家暮らしです。そのため2週間以上も母に会わなかったことがありませんでした。正直自分自身少し離れるだけでこんな風になるとは思っていなかったので、すごく苦しいです。インターネットで調べたところ、マザコンというワードが出てきてマイナスな内容が書かれていました。今後一人暮らしも考えているのですが、できるのか不安になってしまいました。ひろみさんはこういったご経験はございますか？こういった内容の話ができるお友達が近くにいなかったので、ひろみさんへお話しさせていただきました。ひろみさん目線でのご意見、改善方法などありましたら教えてほしいです。拙い文章ですみません。よろしくお願いします、といただきました。メッセージありがとうございます。まずですね、中盤に書いてあるインターネットで調べたところ、マザコンというワードが出てきてマイナスな内容が書かれていましたということなんですが、インターネットで調べるのはすごくいいことだと思いますし、調べる力ってどんどん必要になってきているじゃないですか。ただですね、その自分の感情とか自分の状態ってインターネットは本当に参考程度にした方がいいと私は思ってるんですね。例えば適正体重調べると出てくるじゃないですか。160センチだったら50何キロとか、170センチだったら何キロとか、体脂肪何パーセント以上は悪いとかいいとか痩せすぎとか、そういうのってただの、なんて言うんだろうね、あれどうやって出してるんでしょうね。人間の体って分かんないことだらけらしいんですね。吉田明先生だったかな、ノーベル賞取られた、数年前に取られた方がおっしゃってましたけど、何か興味があるんだったらとことんやった方がいいと、調べた方がいいと。なんでかっていうと、世の中でね、分かっていることはね、本当に数パーセントしかないから、もしかしたら君の探求が大きな発見になるかもしれないよみたいなことを記者会見でおっしゃっていて、そんだけしか分かってないのかってびっくりしたんですけど、人間の体も同じらしいんですね。で、って考えるとですよ、じゃあなんでこの体重とこの身長とこの体脂肪率だったら健康体って言えるんだろうって思いませんか？そんなの自分しかわからないと私思うんですよ。例えばその適正体重だったとしても、そうじゃなかったとしても、体重悪かったら悪いじゃないですか。直さなきゃいけないですよね。多分改善の余地が絶対にあるんだと思う。逆に適正体重外だったとしても、ものすごくハッピーで、ものすごく元気で、ものすごく体が動いてたら最高じゃないですか。っていう風に、自分の体調とか自分の体とか自分の感情とかって自分しか本当のところわからないんですよね。なので適応障害とか
うつとか躁うつとかいろんな言葉が今たくさんあるし、不眠症もね、睡眠障害もね、何でもかんでもなんか名前って付けられがちなんだけど、全て自分をそこにパコって当てはめることって多分無理だと思う。私も適応障害ですって診断書もらいましたけど、数年前に。どっちかっていうとうつだったと思う、ほぼ。っていうくらい自分の中でね、なんとなくね、人間わかってるものなんですよ。で、昔人を好きになるってどういうことかっていうね、質問をいただいて、もう1年以上前だと思うんですけど、その時にもお伝えしたんですけど、あのね、人を好きになるってと思って試しにググってみたら、まあ出てきたんですよ。7項目くらい出てきたかな。で、どれもふんふんって納得感はあったけど、人を好きになる感情をこんな簡単にね、表現できるものなのかなとも思ったんですね。なので、その時も確かあのググらない方がいいと思いますみたいな話を確かしたと思うんですけど、あの今回もインターネットで調べたらマザコンって出てきて、否定的で、まあ、ちょっとショックだったと思うんです。嫌な気分になったと思うんです。で、自分が嫌な気分になることは信じなくていいし、あのそういう感情とか自分のことっていうのは自分の中に必ず答えがあるので、わざわざ調べなくてもいいんじゃないかなって。調べてもいいんですけど、信じることはしなくていい。で、自分が信じたいな、あ、これ納得だなって思ったらそれをチョイスすればいいんですよ。でも最終的に自分は今ハッピーだとか、自分は今アンハッピーだとか、自分は今すごいイライラしてるとか、悲しいとか、あの調子が悪いとか、いいとか、いい時も悪い時もあるとか、まあ、みんな人間そうなんだけど、っていうのは自分がちゃんと分かってなきゃいけないので、機械とかアプリで判断されるものでもないですし、自分できちんと分かるっていうことが私は一番大事だと思うんですね。で、あのこういったその文章を読ませていただいて、まずご質問のお答えをすると、私はこういった経験は全くなくって、私は18で家を出てるんですけど、その後すぐ両親が海外に行ってしまったので、10代20代前半は年に1回両親と1日2日会えるか会えないかみたいな、一時帰国を年1ぐらいでしてたかな。出張とかで帰ってきたり、ただほんと一晩ご飯食べて終わりとか、そんな感じで全く会えなかったんですね。で、連絡取る時も当時スカイプだったんですけど、時差があるのでこっちも学校とかバイトとかなんか彼氏がいたりとかで、なんかこうほとんど連絡も取らなかった時期もありますし、あとはなんだろうな、そうね、年末年始とか夏休みも帰る場所がなかったから、おじいちゃんおばあちゃん家に行ったりとかバイトしたりとかっていう感じだったので、そんな感じだったんです。だから寂しいって思わずに生きてきたんですね。で、それがまあうちの場合当たり前だって思ってたし、もう18歳なんだからしぶっかり自分でやらなきゃって思ってたんです。だけど両親がその10年ぐらい海外で過ごして帰ってきて、その時私はもう結婚をしてたんですけど、婚約かな、婚約してたんですけど、なんていうのかな、寂しい思いをさせてごめんねって言われた時に涙がねちょっと出てきたんですよ。あ、私寂しかったんだって気づいたんですね。こう年に1回会えるか会えないか、やっぱり10代20代大学時代大変なこともあって、精神的にね、就活も大変だったし、でもそういう時に甘えられる場所が物理的になかったっていうのはやっぱりしんどかったなってやっと気づいたんですね、10年越しに。で、当時は私全くそんなこと言わなくて、ちょっと調子悪そうだなと思った母親がしばらくそっちに帰ろうかって言ってくれたこともあったんですけど、私は固くなに断ったんですよ。今となって思うのは、まだまだ私もすごい子供だったし、ちょっと精神的に病んでたこともあって、ちょっとだけ助けてほしいって言えたらよかったなって思います。でね、お、飛行機だ。それでですね、お話のですね、本題というか、
に戻りますと、私はその離れて寂しいって気づけることは私はすごいいいことだと思うんです。でもう一つ言うと、寂しいって会いたいなって思える人がいるっていうのも素晴らしいことだと思います。本当にそれだけ愛情を受けてね、育ってきたなんだろうなって想像しますし、だから別にそれをですよ、例えばはなんか毎晩泣いちゃうし、お母さんと離れたいのに親離れしたいのにわーってなっちゃうっていうことであれば、ちょっと違う話になるのかなと思うんですけど、お母さんのこと大好きで寂しくて泣いちゃうなって、自分がすごくそのお母さんとか実家という場所にポジティブな印象をすごく持っているのであれば、私は全く問題ないんじゃないかなって思います。周りに何と言われようとね、全てはだから自分がどう感じるかだと思うんですよ。例えばですよ、あなたの親御さんがって言ってるのでは全くなくって、例えばその昔からお母さんお父さん、わからないけど周りの方がすごい過保護で、一人で何もできない状態で初めて車の合宿免許来て何も自分でできなくって困っちゃって泣いちゃう、だったら育てた側に責任があると私は思うけど、そうじゃなくって、ただただ離れたことが寂しいな、帰りたいな、居心地のいい場所に行きたいな、戻りたいなっていうことであれば、すごく幸せなことだと思います。私は実家に帰りたいって思ったことはなくって、だけど寂しかったねって、ごめんねって言われた時に、ああ確かに自分はすごい気を張ってね、学生生活送ってたなって、ちょうど 3.11 もあったので、私は都内にいたんですけど、すごい揺れて、停電とかもねしばらくあって、お水も出なかったりして、すごい不安だったんですね。周りの人に助けてもらいましたけど、その時ももしね、お父さんとお母さんが日本にいたら帰れたのになとか、なんか送ってもらえたのになとか、そういうことは思ってたなってことに10年越しに気づいて、で涙がちょっと出ちゃったっていうことがあったんだけど、そういうなんかその時に抱いた感情っていうのはね、私は出さないと後々ひどいことになるので、そういう感情を今出せていることはすごく健全だと思う、素晴らしいと思います。だからそんな自分を悪いとかマザコンだとか思わずに、なんなら一人暮らしをしたいって自立心もあるわけじゃないですか。なので全く何が悪いのという感じがします。別に悪いとは書いてないんですけどね、悩むことでもない、ただ実家を離れ、そんなに長く離れたことがなくってびっくりしちゃってね、送ってくださったと思うんですけど、それくらいなんか居心地のいい場所に育っていらっしゃるっていうのは、そういう空間があるってことはすごく羨ましいですし、幸せなことなのではないかなと思います。で、一人暮らしがねできるかっていうのはね、絶対できるから大丈夫。一人暮らししたからといって実家に帰っちゃいけないわけでは全くないし、一人暮らしをすればまた新しい発見があったりするので、全然できますよ。大丈夫。だから一人暮らしになって別に泣いたっていいんですよ。また泣いて会いたいなと思って、帰れるんだったら帰ってもいいし、そんなことを繰り返しながら少しずつ自分の空間っていうのが作られていくんじゃないかなと私は思っています。皆さんはどう思いますか？ちょっと防湿とセーター、まだ早かったな、暑くなってきちゃった。はい、よかったら皆さんのご意見も聞かせてください。よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。皆様も良い一日を、良い夜をお過ごしください。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。